こんにちは、つぼみプロジェクトです。私たちは大学生が中心となってさまざまな教育活動を行っている NPO 法人日本教育最高連盟ロジエに所属し日々活動しています。私たちつぼみプロジェクトは福島県南相馬市を対象として活動しています。福島県南相馬市は東日本大震災によって地震、原発、津波の3つの災害に見舞われた地域になります。それにより人口減少と少子高齢化の2つの問題が起き、子どもたちが働く大人の姿を見る機会が減少したということに課題意識を持ち、復興支援×キャリア教育をテーマに活動しています。次につぼみプロジェクトの昨年度の活動についてお話しします。1つ目は東京スタディーツアーです。東京スタディーツアーとは子どもたちを東京に招いて行う宿泊型のキャリア教育イベントになっています。子どもたちが自分自身の将来について一歩前進できることを目標に、私たちはこの東京スタディーツアーの企画作りをしています。2つ目は合宿です。年々7月に被災地に対する理解を深めるために合宿を行っています。この合宿はこれから一緒に活動していくメンバーとの絆を深めることができるとても大切な機会となっています。しかし今年度はコロナの影響で今までの活動ができなくなってしまったため、新しいことを始めました。一つは夏休みに南相馬市を中心とした全国の小中学生を対象に Zoom を用いたオンラインでの学習支援を行いました。子どもたちの夏休みの宿題や自習の内容を個別で担当して、わからないところやつまずいたところを教えました。もう一つは他の団体さんとの共同イベントで、こちらも Zoom を用いたキャリア教育イベントを開催しました。スライドショーやゲーム形式で多くの職業を紹介して楽しみながら学んでもらうことができました。自分たちが考えた企画を子どもたちが楽しんでやっている姿を見るととても嬉しいです。先輩後輩関係なく明るく和気あいあいとした雰囲気の中活動を行っています。つぼみプロジェクトでは現在新しいメンバーを募集しています。つぼみプロジェクトについてもっと知りたいと思った方は、ぜひつぼみプロジェクトのホームページをご覧ください。